以前、安倍首相とフィリピンの秋野大統領の会談が首相公邸で行われました。その際、安倍首相は集団的自衛権の行使容認に向けた憲法解釈見直しについて説明。それに対し、秋野大統領は日本政府の方針には議論があると指摘しながらも、必ずやメリットのあることと述べ、日本の集団的自衛権行使を強く支持されました。日本国内でも様々な意見がある集団的自衛権ですが、東シナ海と南シナ海における緊張の高まりが世界的に報じられている中とあって、このニュースに興味を持つ外国人がとても多いようでした。